んな見たいって言うからね。死ぬもんってね。並べてくれるって。そういうことで始まりました。ここに展示してありますのが手工といいます、これはこの輪を腕のところに入れてここの部分で刀を受けたり相手が殴ってきた時にこれで受けたりそういうふうに使います。それから木に登る時もこれをこういうふうに引っ掛けて熊のように上がっていきますね。これが手工です。そして次にあるのは足工といいます。これは足にはめます。そしてこれも同じように武器を受けたり木に登るあるいは岩に登るそういった風に使います。それから次にありますのは側刀器といいます。この漆のきれいな箱の中に目つぶしを入れておきます。これは鉄の粉砂あるいは唐辛子そういったものを入れてこちら側から息を吹き込むとその目つぶしの粉がこちらに出てくる非常に珍しい武器の一つです。これを側刀器と言いますね。棒手裏剣、旋盤手裏剣が展示してございます。次にありますこれは鎖分銅と言いますね。ちょうど3尺、1メーター弱の鎖がつないであって写真がありますがこういうふうに掴んでそれで相手に投げつけるとこういうふうに伸びるとこれで相手の顔面を狙ったり胸を打ったりします。次にありますのが虚血処刑。虚血処刑というのは山野を駆け巡るという、古い日本語です。女性の髪の毛で編んで紐状にしまして、こういう鎖釜のようなものそしてこちらに分銅をつけてあります。これで木に絡めて木から木へ飛んでったりあるいはこれで相手を打ち負かしたりそんな風に使います。これが虚血処刑。忍者としてとても大事な武器です。それからこういったいろいろな武器がありますが全てこれは体術ができませんとこの武器は使えません。ここにも書いてございますけれどもいろいろな武器の使い方これは全て体術から生まれております。次にありますのが鉄線と言います。扇子のように一見見えますけれども中の骨は全部鉄です。これで手裏剣を受けたり刀を受けたり槍を受けたりそういうふうにこれで相手と戦うときに使えます。それからこういうふうな鉄の骨がないものがあります。鉄だけです。これで相手の手首を折ったりいろいろな武器として非常に効率のいい武器の一つですね。そしてここにありますご覧になれるかどうか中に小刀が仕込んであります。ですから扇子だと思ってかかってくるとこれを抜いてブスッとそういうふうに隠し武器として使えますね。これは十手ですね。これでここにも高松先生の写真がございますが剣をこういうふうに絡めてそれで相手の剣を取り上げてしまうとそういうふうな使い方が基本です。次は短筒ですね。江戸時代のピストルですね。それからあるいはこういうふうに仕込み担当だと思うとこれがピストルになってます。こういう武器もあります。いろいろ工夫して武器を作ったんですね。では次に参りましょう。こちらにありますのは燭台といいまして中にろうそくが入ってます。そしてこのろうそくで昔は夜歩くとき廊下とか部屋に入るときにこの明かりを使ったものですね。持ち手のところにまた小刀が仕込んであります。いざという時にはこれを抜いて相手と戦うそんな風に使うのがこの燭台の特別な仕込みのある燭台ということですね。
ここにありますのが鎖片びらといいます。細かい鎖が編み込んであるんですが、鉄ではありません。合金だと思います。非常に軽いものです。そしてこの上に着物を着ますんで、着てるのがわからない。で、切り込んできてもびっくりしない。着てるんですよね。ですから相手が驚く、その時に当て身を入れて、はい、さようならと、こういうふうに使います。非常に軽いものです。こちらになりますのが、日本でも有名な明珍家の鎧になります。非常に高価なものです。明珍宗兼という人の代表作の一つです。これは昭和、30年代に初見先生が買い求めたものです。そしてテレビ番組にも使用してました。ここに来歴として、初見先生のことがずっとこう書いてございますが、特に先生は子供の頃から格闘技が好きだったようですね。そして、空手、剣道、合気道、柔道、いろいろなものをおやりになって、さらに古流、古い流派の武道を勉強した、その先生がもう教えるものがなくなっちゃうまで、修行いたしました。そしてその先生が、高松先生を存じているということで手紙を出したら、実は知らなかったと。そして高松先生からすぐ手紙が来て、すぐに来なさいということで修行に向かったのが27歳の時、ちょうど昭和33年、1958年ですね。猛虎の虎と呼ばれた高松先生のところへ修行に参りました。それから週1回ずつ、毎週土曜日、夜行で電車で伺って、稽古をつけていただいて、夕方また夜行で帰ってくると、そういう生活をなしてました。私が昭和41年、67年の2月に入門しましたけれども、その時は、まだ高松先生のところへ修行に行ってらっしゃいました。修行から帰ってくると実験台ですね、させられた記憶があります。とにかく痛かった、そういう思い出があります。こちらの写真が整骨院をやってた当時の初見先生です。私がこの整骨院で肩を脱臼した時に治療していただきました。柔道で怪我をいたしまして、そして治療していただきながら、うちの武道をやらないかと声をかけていただいて、それがきっかけで私は入門したわけですね。それが昭和41年でございました。これは多分私が撮った写真なんです。ユーモア村というね、昔の家を移築して作った文化人の集まりのね、この当時でね、徳川無生さんとか、それから江ノ健さんとか、そういった人たちの中で先生はこの湯川村の村会議員をなすってたんですね。これはもう高松先生とのねお写真ですが、いろいろなことを武道のお話を教わってるところでしょう。そしてこれは先生の、初見先生のお若い頃、伝承はこうなってどうしたらどうだという技を教わっているところですね。先ほどありました明珍の鎧がここにございます。1964年ですね。その頃アニメの後に忍術千一夜というコーナーがありまして、いろいろな武器の解説、忍者の話、そういったことを先生がやっておられた頃です。それからこれは地雷屋というホームドラマのような番組ですが、自ら出演なすっておりました。それとこれは影の軍団という映画がありましたけれども、そこへ指導に行ってた頃の写真ですね。亡くなった千葉真一さんがいたりね、これも随分人気のあった映画でしたね。それからこちらにある優勝カップをお持ちの写真がありますが、野田市の柔道大会で優勝しまして、嬉しいスナップなんでしょうね。当時5段でしたね。こちらに、たくさん世界中からの感謝状、こういったものも展示してございます。反対側にはいろいろ、また、大統領閣下からのお祝いの写真もたくさんございます。どうぞ皆さんお出かけください。ここに来たかったんですけど、来れなくて、何かのメッセージ最後に。はい、ご無沙汰しております。今度ね、大体日本もコロナが終わったらね、皆さんもどうぞ日本へ遊びに来てください。待ってます。お元気で。こういう
己空となると書いてありますね。これ空の意味というのはちょっと深い意味がございまして、この空にもいくつもあります。ここにある槍はですね、思い出話になるんですけど、一本この長い槍はですね、いわゆるテクニックが上手になっちゃう槍です。はい、こちらに並んでいるのがですね、各種手裏剣と忍具って書いてありますけども、渥美先生が集めた、戸隠流の手裏剣はじめ各流派の手裏剣、